初めと今で変わったこと、変わってないことは何ですか？声のトーンじゃない？確かに、うん、張りがなくなった。張りがなくなった。そうね、張りがないわ。みんなじゃあ初期の声出してみたら、挨拶する？いいよ。青切高校の音玉たまこです。皆さんこんにちは、音玉たまこです。はい、皆さんこんばんは、音玉たまこです。聞こえてますか？緊張して声が出なくなってきそうだから、もうやめても、もうやめてもいいでちゅか。青切高校の石狩あかりです。こんにちは、石狩あかりです。皆さん聞こえますか？聞こえてる？こんばんは。私ね、ずっとね、ミュートのまま一人でずっと喋ってたの、バカだよね。こんばんは、青切高校の大島真城です。マイクチェック、マイクチェック、ワンツーワンツー。わー、緊張してきちゃった。あ、めっちゃコメント流れてきた。こんばんは、大城真城です。へへへ、青切高校の栗駒こまるだぞ。皆さん、はじめまして、青切高校1年生の栗駒こまるだぞ。恥ずかしくて笑っちゃった。もう一回いいですか、挨拶。なんかもともと少なかった HP が、自分が1ヶ月考え抜いたこの恥ずかしい挨拶で羞恥心に HP が削られて笑ってしまったので、もう一回ちょっと挨拶いきますね。青切高校のガブリエルです。こんばんは。あ、改めまして、青切高校教育実習生のガブリエルです。よろしくお願いしまーす。ちょっと、エコーかけてたけどね、あれだったわ。ちょっと水飲むわ。青切高校の山黒猫だと申します。初、はい、シーン、わーい。チャ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 。これまでアナウンサーとしていろいろな街をリポートしていたんだけど、ある日と目覚めたら女子高生の体になっていた。これからやり直せる高校生活に胸の高まりやワクワク、そしてあんなことやこんなことまでやり直せるのかと思うと、で違うわ。いい、みんな、千代浦千代美、女子高生、最強のアイドル目指して頑張っていきます。さあ、夢の幕開け、みんな行くよ。ヘッドホン外れた。ヘッドホンめっちゃ外れた、さっきの勢いで。皆さん、はじめましての方も、ツイッターでね、たくさんリプしてくださった皆さんも、こんにちは。フレッシュさがあるね。いや、あかりちゃんが一番フレッシュだったよ。わかった、わかる。こんなんだったらしいよ。石狩あかりですだったもんね。確かにね。それきついな、今な。いつからかそう思う。ちょっと声の張りがね。だんだん。本当に。今じゃん、フレッシュさもなくなって、干物みたいになってきて。カラカラじゃん。カラカラだよ、今。何があったら、まだ1年でしょ。